ヒューマン、ここはお前らにとって危険な場所だぞ。戻った方がいい。先に進んでもいいことはない。ラジオ放送を聞いたんだ。ヒューマンなのになぜここに来た。ろくに聞いてなかったのか。ラジオの声の主はブラックマウンテンの最高司令官タビサだ。本人はここをユートビサ州と呼んでいる。タビサが2年前に実権を握ってから、スーパーミュータントは彼女の言いなりだ。ヒューマンはその場で殺せという命令だよ。うん、お前のやる気は買うけど、ここに残って旅人への警告を続けるよ。ブラックマウンテンの様子を探るよう数ヶ月前にマーカスに送り込まれたんだ。一応スパイだな。でもタビサは依然として強力だし、第二世代は反乱を起こすでもなく、ジェイコブスタウンに移るわけでもない。仕事はないようなものだ。それでもここで山を登るミュータントを止めて数十の命を救った。わずかだが何もしないより、しばらくジェイコブスタウンを離れたい理由もあってここにいるが、これ以上は言えない。山頂まではジグザグの道が続く。バリケードは3箇所あり、パトロールもいる。突破するのは難しいだろう。山頂の手前には、主に第二世代の住むスラムのような村がある。そしてナイトキンに固く守られた、タビサの屋敷。ユートビサ、ベストフレンドタビサが全てのおバカさんにメッセージがあるそうです。この間、バトルキャトルが危険だと放送で話したのを気にしすぎているおバカさんがいるよね。そんなことを言うなら、親切にしないぞ。スーパーミュータント全てがイカれてるわけじゃない。ヒューマンと同じくらい知的なものもたくさんいる。残りは置いておくとして、謝ったから許すよ。ナイトキンは凶暴だが、その戦う姿を見られることはほとんどない。ナイトキンは